ナザーエデン、時空を超える猫。はい、どうもサオです。ですね、エイミーがね、仲間になりました。で、エイミーのね、形見をね、あ、おっぱいすごい。エイミーのね、形見を探しに行くクエスト中でございます。まだ3章なんで、いつもまだまだ言ってますけど、まだ3章なんでね、大丈夫でしょう。積むことはない。まあなんかサウンドオーブが形見らしいです形見らしいっす。めっちゃ適当だな。この曲なんかどっかで聞いたことあるんだよ。どっかで聞いたことある。フリー音源ですかね、これ。そんなことないわ。はい、大量虐殺にあったっぽいですね。機械生物、ん？機械人間、どっちだっけ。どっちかがニアオートマタだわ。機械人間かな。ガリアードさんですね。イケメン。あ、合成兵士、合成兵士全然違かったわ。スーベニール、お土産。そうそうそう、なんかね、こっちのね、人造人間みたいなサイドにもなんかストーリーがあるっぽいですね。はい、ルート99来ました。まあ、ここにガリアードさんがねいるということで、まあ4人でね、このハーレムパでねやっていけばね、どんな悪も打ち払えるのではないかという。強そうだけど大丈夫かな。強そうなやつを先に戦うですか、弱い雑魚から倒す派ですか。まあ僕はね、まあ、状況に応じてなんですけど、はい、あんま強くないな。フィアーがおる。フィアーともね戦っていきたいですけどね、最終的に。てかこのアメラちゃん火力すごくない？一人だけすごいけど。てかチェンジに入れといた方がいいかな、一人。てかね、アルドがやばいね、これ。なんかアルドだけすごく個体値が低いというか、なんというかなんですけれども、ガリアードさんがね見つかりました。さっきよりちっちゃくなってない？はい、来ましたよ。引きまーす。フリー音源のね怒られるわ。フリー音源じゃないっす。ちゃんとなんかね聞かせてくれるし、なんなんだろうね、ガリアードさんは。聞け、魂がありますありますよ我らには、ってことか。めっちゃ怒るやん。力ずくで取ってみろ。偽ガリアード。あ、そう、スキルボードをさっき解放しました。まあね、この子がヒーラーなんで、回復しながら。心もとねえな。大丈夫かな。エミさんはね、でも、今回のボス戦でね活躍するんで、ちゃんと育てておかなければ。まあでも最初はレベル上げしなくてもいけるか。ガリアードじゃなかったの、これガリアードだと思って攻撃してたんかい。はいはい、悲しいな、普通に。というわけで、もう一度ガリアードさんを追うと。
いうわけでございますね。はい、結構ね積んできて、今食事を済まして体力を満タンにしました。来ましたね、これでボスだ。さあ、多分風が弱点だった気がするんだけど、奴らとは隠れられてないんだよな。アルド君、ガリアードイケメン。で、謎のよくわかんない人、ヘレナ。今さら人間に何を言っても無駄だ。バレてるっていうね。よく来たな、そこの人間。いや、アルドのせいだと思うけどね。近づくで分からせてやるしかないんだよ。って感じですね。これ最初ホバーかよく分かんなかったんだよね。はい、逃げ切りました。まあ逃げ切れるわけもなくここかっこいいんだよな、ガリアード。絶対勝てないような機関銃積んでるし、かっこいい。ここいいよな、ほんと。さあ、確か風が弱点だった気がするんだけど、一応いろんな攻撃しておこう。うわ、やばいな、火力やばいな。こうヒールの、これはウィンドスマッシュ。いや、痛い、痛くない。マジでアルド頑張ろうぜ。痛いな、マジ。メディカルサポート連発しまくって、あ、やばい、ウィンドスマッシュ打つの忘れた。ウィンドスマッシュで、君はもうずっと回復で、で、なんか大丈夫そうになったから、ちょっと一回下げて MP 回復して、ウィンドスマッシュ。痛いな。やばいの出してきた。これダメだったら装備整えてこないとな。逃げたな、今の言葉聞いて。一人逃げたぞ。主人公やばくね。まだ大丈夫だ。まあ、てか、あー、MP なくなってんじゃん、君。一回、君と戻ってきて。あれ？上がれないんだけど。あ、一人チェンジしたら上がれないんだ。とりあえず回復。どんどん回復しろ。あと一回か。あと一回分。いやー。やばくね？あ、やばい。あと2、3回は攻撃できるか。ブレインアウトしとこ。いける。いける。もらった。やばい。あ、マジかよ。怖い。はいはいはい、さっき負けたけどね。あとは通常で押せ。
いけるはず。俺の計算ならいける。やっぱ後半からな、あれが怖い。全体攻撃が怖いから一回温存しよう。チェンジだ。ここはできれば2ターンこのままでいきたい。いけそうだな。いて、大丈夫か。戻ってきて。あ、大丈夫だった。賭けに出たぞ、かなり。ヒール使えねえか。あ、ウィンドスマッシュもう一回使えるやん。あ、やばい。よかった、リーカで。爆破せったぞ、今。よしよしよし。回復が追いついてる。いけるぞ。押すぞ。あと6ターンある。あー、痛い、それ。大丈夫だ。いけるいける。めっちゃ冷や汗かいたわ、今の。はいはいはい。チェンジがな、やっぱり肝だから、かなり次から厳しくなりそうな気がする。とりあえず3勝のボスはいけましたね。はい、ガリアドさんお疲れ様でした。あぶねえ。ガリアドさんね、まあまあ見ててください。巨大地震に襲われて、ああこのことだったのか。あっさり行くんだよね、ガリアードさん。なんかずっとね戦う感じなのかと思ったら、あっさり。優しいんだよなヘレナ。はい、なぜか切なくなる。ここはムービーというかシーンですね。切ねえな、マジで。このね、猫も来てる。まあ、ガリアードを倒したことでみんなに喜ばれてますね。協力してくれるそうですね。と思いきや、あ、これはガリアードが言ってた大地震ではないのか。あはは、ええってなったね、この最初見たとき。猫。マジかよ。ってなりますよね。まあこれがね、いわゆるタイムリープものの歴史改変によるパラドックスですね。こんなに、なんだろう、ジャングル的な音が流れてたのか。歴史の改変だよ。
殺された未来を助けに行きましょう。救いたいです。エイミーが大好きなんで僕は。行きます。というわけでね、これで3章がクリアになるので、まあ、ルールにあるガチャ1回をね、やっていきたいと思います。まあ、このイベントが終わったらなんですけど。過去にまた戻ってきました、なぜかリーカ付きで。まあリーカはついてきてもらわないとちょっとヒーリングがやばいんで、ね、ただリーカのヒールで間に合うのかな、これ大丈夫なんかな。それでは最初のガチャで、またルールの確認なんですけど、星3は使っちゃいけません。星5も使っちゃいけません。で、星3が使っちゃいけないっていうのは、あのチェンジ要因になって攻撃がぬるくなるからです。なんでここで星4を引けばいいんですよ。怖え。あ、待って、4になるくない？え、これどうしよう。ダメだな、星4で引いてないのでこの子は使っちゃいけません。はい、まあね、クリアしたら使おうかな。というわけでね、一発目のクリアガチャはダメでしたね。まあこの方がね、クリアもね難しくてね、いい感じになるんじゃないかって思います。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。あー、簡単。